紙芝居が始まるよ。今日は強運の犬、柴犬のルーツ、石郷物語です。はい、よろしくお願いします。文章を書きました川上真由美です。絵を描きました森岡彩です。それでは紙芝居の始まり始まり。柴犬のルーツ、石郷物語。昔昔、それは昭和の初めの頃でした。島根の石見の山の中に信一さんという、それはそれは腕利きの漁師がおりました。信一さんはいつも石という犬を連れて山へと漁に出かけていきました。石はとても賢く勇敢な犬で、小さな体ながらも信一さんと一緒に大きな熊を仕留めることもあったそうです。なんとすごい犬じゃ、これは犬の神様じゃと地元でも評判の有名な猟犬でした。そんなある日、東京から一人の紳士がやってきました。その人は当時絶滅の危機にあった日本犬を保存しようと良い犬を探していました。このままでは日本の犬は滅んでしまいます。優れた犬を守り未来に残すために、どうか石を私に譲ってください。そう信一さんに懇願しました。信一さんは、困ります、石は私にとって大切な相棒であり、かけがえのない家族なのです、と断りました。しかしその紳士は諦めずに、何度も何度も東京から信一さんを訪ねてきました。その人は、実はここ岩見の出身で、ふるさとの素晴らしい犬をなんとか守り抜こうとしている中村鶴吉さんという人でした。そのうちにいつしか石もだんだんと鶴吉さんに懐いていきました。こうして何度目かの冬が過ぎた頃、信一さんは石に言いました。もうすぐ春じゃな。今年もまたあの人がお前を譲ってくれと尋ねてくるんじゃろうな。その言葉通り、鶴吉さんはまた今年もやってきました。そこで信一さんは石をじっと見つめてこう言いました。わしにはようわからんが、お前には何か大きな使命があるようじゃ。わしが独り占めできるような犬ではないようじゃよ。今度は石が信一さんをじっと見つめていました。そして石は鶴吉さんに連れられて、岩見増田駅から列車に乗ってふるさとを後にしました。ゴトーンゴトーン、懐かしい岩見の山々の匂いが少しずつ遠ざかっていきます。ゴトーンゴトーン、きっと石はもうここに帰ってくることはないでしょう。それを知っているようにおとなしく体をまあるく丸めて、石は揺られていきました。ゴトーン、ゴトーン、ゴトーン。昭和11年、夏の初めのことでした。岩見増田駅を出てから列車を乗り継いで、石が東京駅に着いたのは
それから数日後のことでした。ブッブー、あははは、はガチャ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 、ピッピッピッピー。大勢の人たち、行き交う乗り物、立ち並ぶ大きな建物、それらが一斉に放つ騒がしい音や混じり合った匂いに医師は驚きました。この時医師は5歳です。人間なら30代のもう立派な大人ですが、石見の山しか知らない医師にとってここはまるで別世界。不安だったよね、心細かったよね。頑張れ医師。その後医師は正式に純粋な小型日本犬として日本犬保存会に血統登録されました。これは医師号の血統書です。島根県美濃郡二川村阿座種ヶ山下山信市、信市さんの名前と当時の住所がしっかりと記録されています。登録した人として中村鶴吉さんの名前も残っています。この血統書こそ柴犬のルーツである医師が石見出身の犬であったことの証なのです。それから医師は東京や大阪で開催された日本犬の展覧会に出展され、優れた犬として数々の賞を受賞しました。しかし医師の評価は分かれます。足の形が良くない、ずんぐりとして太くて重い感じだ、そう批判する人たちがいました。一方でそんなことはどうでもいい、医師には日本犬としての本質が備わっているという人も。日本犬の本質とは気迫があって従順で素朴ながらも気品と風格があるというものです。そんな中、ある山梨県の愛犬家が医師に白羽の矢を立てました。うちのメス犬の頃と医師の間に子供ができたなら必ずや素晴らしい名犬になるだろうと。コロは高知県から山出しされた3歳の黒い元気な小型の日本犬でした。当時はメス犬そのものが少なく、とても貴重な存在でありました。その数少ない中でもコロは姿形毛並みよく素晴らしい犬であると高く評価されていました。島根出身の医師と高知からやってきた頃が関東で運命的な出会いを果たしました。やがて医師と頃の間に可愛い子犬が誕生しました。昭和14年医師が東京へ来て3年後のことでした。医師はとても運の良い犬ですね。その後大きな悲劇が全国の犬たちを襲います。戦争が始まり、人々の生活は日に日に苦しくなっていきました。人間でさえ生きていくことがやっとの時代です。犬を飼っているだけで、なんとあの家は贅沢なんだ、みんながこんなに苦労しているのに、と冷たい目で見られました。犬たちを守ることは、今では想像もできないくらい過酷で困難なことだったのです。そして悲しいことに多くの犬が犠牲になり、命を奪われていきました。そしてやっと戦争が終わったところに、
今度はジステンパーという恐ろしい伝染病が襲いかかります。なんとか戦火をくぐり抜けた数少ない日本犬たちもこの病でバタ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 と倒れていきました。さて昭和5年生まれの医師がいつ死んでしまったかは実は分かっていません。ただ医師はかなり長生きをしたようです。ある人の記録によりますと、私が医師に会った時はかなりの高齢で歩くことも困難でしたが、老いてなお何とも言えぬ渋さと風格を持っていましたとあります。よく頑張ったね医師。この当時愛犬家たちは大きな危機感を持っていました。このままでは純粋な日本犬はいなくなってしまうと。しかしなぜか不思議なことに、医師の血統だけは子から孫、孫からひ孫、その子孫へと脈々と伝わっていきました。しかも展覧会に出れば優れた賞を次々に受賞するような名犬が続出していったのです。まるで医師の運の強さが子孫たちにも受け継がれているかのようです。ぜひ医師の血を引く子犬を。その血統は日本中の愛犬家たちの憧れと称賛の的となりました。そうして瞬く間にその子孫たちは日本中に広まっていき、結果医師は世界中にいる60万頭の柴犬のルーツとなっていったのです。このことは日本犬の世界では有名なお話ですが、一般には全く知られていませんでした。石郷のふるさとの島根県や石見でもそうでしたけれども、数年前にこのことを知った益田市水戸町ぬくもりの里二川の人々が、医師をふるさとに返してあげたいと医師の石像を作りました。令和元年11月2日、あの日から83年の時を経て医師がふるさとに帰ってきました。ここは医師が信一さんと暮らしていた懐かしいお家の庭先です。石郷除幕式の日、医師おかえり、おかえりなさい医師と地元の人が医師を喜んで迎えました。その様子は新聞やテレビやインターネットでも大々的に紹介されました。でも誰よりも何よりも一番嬉しかったのは、もちろん天国の信一さんでしょう。ただいま信一さん。おー、おかえり医師、よう帰ってきたの。医師と信一さんはきっと今頃この懐かしい石見の山の中で元気に仲良く動物たちを追いかけ回していることでしょう。おかえり医師、よかったね医師、ありがとう医師、これからはずっとずっと島根の石見の水戸町のこの二川の山の中、石郷の里でみんなと一緒だよ。終わり。はい、どうもありがとうございました。